どうもハンサムクロッチです。こんにちは。今日はですねセブンイレブンのスイーツを買ってきました。一つ目はさつまいも粉改め焼き芋粉と大きなタピオカみたいな大福かっこミルクティーです。なんでしょうねこれ。ということでまずは焼き芋粉から食べましょう。美味しそう。焼き芋粉はですねホイップクリームと宮崎紅焼き芋クリームが入ったモコです。まあ久しぶりに食べますねモコ。最近セブンなんか結構前も見たなみたいな感じのやつが多くて、これはね美味しかったような記憶があるから買っちゃいましたね。このふっくら丸いモコちょっと割ってみます。あすごい見てこれ、うわクリームたっぷり入ってます。わあ割るとねへちゃーってなっちゃう。わあでもいっぱいクリーム入ってて美味しそうです。いただきます。うん口に入れると芋美味しい。優しい甘さ。やっぱモコは美味しいな。生地のふわっとしたもちっとした感じも美味しいですし、お芋のねクリームがすごい美味しい。優しい甘さでバター使ってないスイートポテトみたいな。そこにこう上のホイップクリームが加わることによってミルキーでスイーツっぽくなりますね。ああでも僕なんかもうこの下の芋クリームだけたっぷり入ってくれてたら全然美味しいなと思いますけど、そうすると値段上がっちゃうのかなもしかしたらね。でも美味しい。ナナハンさん美味しいです。はい次次はですね次は大きなタピオカみたいな大福。すごいプルプルしててね、でなんか上に薄いシートとか乗ってたので表面に格子状のね模様がついちゃってるんですよね。とにかくね丸いものではないですこれ意外と。そしてクリームはたっぷり入っててプルプルしてる。半分に切ったらもう溢れそうなくらいクリーム入ってました。じゃあいただきます。ああ風味はねタピオカミルクティー。確かに確かにそうだわ。タピオカの部分はですねほぼほぼわらび餅なんですが、それよりもちょっと歯切れがいいというかねっちり感少なめプルプル感強めな感じがしましたね。で色もそうなんですけどちょっと黒糖っぽい風味があって、で中のクリームが紅茶のクリームなのでそれと合わさると、ああ確かにタピオカミルクティーっぽいなとは思いました。うん思いましたけど、これが美味しいか特別美味しいかっていうとまあそうでもないです普通です。あこういうのもあるなぐらいの。僕普通にタピオカ飲みたいです。これだったら、あでも安いからな。127円でタピオカミルクティー感を味わうならいいかもしれないけど、果たしてそこに価値はあるのか、そんな風に思っちゃいましたね。ごハンサム。まあでもなんか試しに食べてみるのは楽しいかも。はいということで2つ食べてみました。おすすめやっぱりモコ。お芋美味しいですね。これから秋になってお芋のスイーツ増えてくるんだなと思うと、想像しただけでよだれが垂れそうです。皆さんはどうですか。ということで気になる方はぜひセブンイレブン行ってみてください。以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。